双葉ちゃんです。ゆきゆき、ご視聴いただきありがとうございます。カバーオールニュースのお時間です。今日お伝えする内容は、営業マン数値速報、フランチャイズ面談契約速報、広島進出スタッフ紹介です。まずは先週の営業マン数値速報です。カバーオールの営業マンが営業電話をかけた数ダイヤル数、アポイントメントが取れた数アポ数、ご契約をいただいた金額、獲得金額を速報でお伝えします。獲得金額は年間契約をいただいたお客様の1ヶ月あたりの契約金額となります。先週1月第3週の営業数値です。新規のお客様を開拓する営業マンがかけたダイヤル数は4248件、そのうちアポイントにつながった数は78件、新規で発注をいただいた獲得金額は376,833円でした。また既存のお客様を訪問し追加促進をする営業マンが行った面談数は29件、追加でいただいた清掃の獲得金額は474,050円でした。新規追加の獲得金額を合わせると85,883円。カバーオールの5加盟オーナーの1名あたりの平均売上が約73万円なので、おおよそ1名の売上を確保できたことになります。そして清掃契約のキャンセルは0件、0円でした。次にフランチャイズ面談契約の速報です。先週のフランチャイズ面談数は1件、そして契約いただいた方は0名でした。面談は随時各地区本部で行っております。お気軽にお問い合わせください。さて、先週お伝えした通り、2月よりカバーオールが広島に進出、広島営業所が開設されます。そこで今回広島営業所の立ち上げスタッフをご紹介したいと思います。中国地方初進出で重要なミッションとなる広島の立ち上げですので、各地区本部から精鋭が集まっています。意気込みをインタビューしてきましたのでご覧ください。広島ではまずその新規営業を僕がしております。まず業務内容としては、テレアポを行いまして、そこに、アポイントを取れた先にお客様と面談を行って、お客様の方でお悩みがあったところを解決するような、業務内容になります。で今回、広島出店というところで入社してから初めての立ち上げという形にはなるんですけども、やっぱりその一つ立ち上げに携われるということは嬉しいこともありますし、期待していただいているのではないかなと思うので、そこは、成功できるように頑張りたいと思います。カバーオールのことはあまり知らない人が多いんじゃないかなとは思うんですけど、僕が、お客様清掃をするところを必ず獲得してきますので、売上保証させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。こんにちは。この度広島営業所に配属となりました三輪玲二と申します。主な担当業務は新規営業の開拓になります。基本的にオーナー様が加盟されるエリアで営業を行い、売上を上げていただくことになります。今後お客様オーナー様から三輪玲二の清掃を受けてよかった、三輪玲二に清掃をお願いしてよかったと思っていただけるように努めてまいります。また大小関わらずご相談事などございましたらご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。こんにちは。広島エリアに配属になりました三原でございます。担当業務はスーパーバイザーで、主にオーナー様が加盟されてから現場の指導であったりとか経営サポートなどを対応させていただいております。今まで培ってきた経験を存分に発揮できるよう頑張りますので、皆様もぜひご検討よろしくお願いします。皆様こんにちは。広島営業所の責任者を拝命いたしました田淵と申します。これまで関西中部地方を中心に展開してきましたカバーオール事業が今回中国地方初出店ということで、広島では全く知名度もなく、
本当にゼロからの出発にはなりますが、お客様にとっては中国地方で一番頼りになる清掃会社となり、ご加盟いただくオーナーさんにとっては中国地方で一番生き生き働ける、そんなフランチャイズ本部にしていきたいと考えております。まだまだ右も左も分かりませんが、これから皆様どうぞよろしくお願いいたします。もちろん本社スタッフはまだまだ増えていきますが、まずはこの4人が各地区での経験を生かし広島での立ち上げを行います。広島でご加盟されるオーナー様、広島のお客様、広島営業所スタッフ一同、徹底的にサポートいたしますので、このメンバーの顔をぜひ覚えておいてくださいね。今週のニュースは以上となります。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。